はいどうも、全力で今日 YouTuber B モレです。今年もついにこの時期がやってきました。 B モレる視聴者、どこのチームのファンが一番多いのかランキング。はい、もう B モレル12月の毎年恒例行事になりましたね、こちらの企画。もう2023年この企画なんと5回目、第5回でございます。5回目って聞くとなんかね、 B モレルの歴史のね、長さってのをねちょっと実感するんですけども、このランキングは毎年僕が視聴者の方々にそのアンケートを出して、まあ、どこのチームが一番好きですかと、まあ、Google フォームでね答えてもらって、それを集計した結果を僕が発表するっていうなんですけども、こちらの企画ね以前4回やってまして、ランキング結果っていうのはこちらのようになってます。はい、まあこれを見ると、まあ初年度こそはね、僕のメイン推しチームであるオリックスバファローズがまあ1位を取っているんですけども、その2020年第2回以降ですね、こちら3年連続ソフトバンクが1位となっております。はい、でまあね、他にもロッテとかがねオリックスより上やったりとか、楽天がオリックスより上やったりとかっていう年もあるんですけど、そうですね、僕がオリックスひいきなのにもかかわらず、オリックスが1位になれないという年がね、ホークスに負けるという、ロッテに負けるという年が何年か続いてまして、まあ、これは間違いなくですね、 B モレルのその試合終わった後の動画を、ホークスがオリックスに勝った日にホークスファンが二次会会場として詰めかけるっていう、まあ、そういう状況がねこの3年間続いたってのはあるんですよ、ね、もう明確な理由はそれなんですよ。だからね、パリーグが上に固まってセリーグが下位っていうのがね、これずっと続いてるんですよね。まあね、こういう結果を踏まえてね、いろいろ僕も揶揄されてきましたよ。オリックスファンなのに他球団ファンに好かれる、オリックスファンには嫌われるチャンネルやとかね、いろいろ揶揄されてきましたよ。現に、ね、去年オリックス3位やしね。っていうところでこの第5回、僕ね、この第5回はね、もうかなり結果ガラッと変わってくるんじゃないのかと思ってて、今年はね、その二次会会場の開催っていうのをもうほぼなくしたんですよね。その試合後動画といいますか。っていうところで、まあ、そのスタイルをガラッと変えて、二軍の球場に応援行ったりとか、現地で全力絶叫したりとか、まあ、そういうスタイルにしたんで、去年までのその視聴者層とはガラッと変わってるんじゃないのかと思うんですよね。っていうところでさ、結果を見ていきましょうというところですが、まあ途中経過とかを僕も見てたんですけど、最後の結果は今ここで初めて見ることになりますんで、一緒に皆さん一喜一憂していきましょう。それでまず、第12位最下位の方から発表しましょう。一応4年連続広島が最下位なんですけど、広島ファンが一番 B モレル視聴者少ないってことになってるんですけど、今年の最下位、まあ一応その他っていう部分もあるんですけど、その他はちょっと除いて、最下位、東京ヤクルトスワローズ、パーセントで言うと 4.1% ですね。ヤクルトが最下位ということになりました。ついに広島が最下位から脱出しました。おめでとうございます。4年連続広島ついに最下位脱出。今年の最下位はヤクルトということで、まあ確かに今年ヤクルトの調子自体が悪かったからヤクルトファンがネットから離れたのはあるんかな。あとはでもアリサとコラボしたからな、そこの影響はないんかね。もしかしたらアリサとコラボしてヤクルトファンに嫌われた可能性もある。そしていきましょう、第11位、埼玉西武ライオンズ 4.5%。かなり順位を落としましたね、西武は。西武は去年5位なんですけどね。まあこれはもう理由明白ですね。僕が西武の本拠地の某ドームに全く行かなかった。はい。そういうことですね。もう今年はほとんど行っておりませんので、まあしゃあないかなと。挙句の果てには某ドームサウナサウナ言うてね、言いまくってきたんで、まあ当然のことかなと。はい、まあでもしゃあないですよね。いやでも別に、ライオンズも西武ファンも悪くないしね。それはもう仕方がないんですよ。この結果は当然です。で、第10位、ここで広島東洋カープ 4.6%。広島が大躍進です。10位に来ました。でもやっぱね、今年俺、マツダスタジアム行ったでしょ。U のね、ど田舎の二軍球場も行って、あの動画が結構反響あったんですよね。だから、おそらくですけど、あの動画でちょっと広島ファン増えたんかなって俺は思ってる。やっぱり、歩み寄ってみるもんですね。ウェルカムです。そして第9位、北海道日本ハムファイターズ 5.5%。日ハムもだいぶ下位ですね。この西武と日ハムが例年になく下位に沈んでますね。パーリーグのチームのはずやのに。やはりここでもね、B モレルが二次会会場を閉鎖した理由もあるんですかね。そして第8位、DNA 5.8%。そして第7位、読売ジャイアンツ 7.6%。巨人はね、2020年以降毎年10位以下に沈んでたんですけども、今年はちょっと順位上げてきましたね。これやっぱりジャイアンツ球場で応援歌を歌った動画がすごい話題になって、あとね、巨人と阪神の境界線で歌った動画もあったな。まあそういう動画は結構ね、反響あったんかなと。
はい、ここまでがまあ一応ね、半分より下ってことなんですけども、この半分より下を見ても、ちょっと去年とは若干順位が変わってるんですよね。っていうところでもやっぱ今年の僕のね、ちょっといろいろ変わったなっていうのが的中してるんですけども。そして、こっから半分より上、第6位行きましょう。千葉ロッテマリーンズ、8.5% です。いやー、ロッテもちょっと落ちましたね。去年まではね、ずっと、去年4位で、一昨年3位で、その前が2位とかやったんで、ロッテもちょっと数字を落としましたね。まあでも、ロッテの応援も一回行きましたね。ロッテの応援すごい楽しかったんですけどね。またロッテの応援は行きたいなと思うんですけど。そして、第5位。ここで来ました。東北楽天ゴールデンイーグルス、9.3%。おっと、楽天ここで来たか、去年の2位。いや、マジか。楽天、こんな落ちるんや。そう。いや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 、でも、ここで島内とか、ここで島内の不振がでかいんかな。そうか、ここで島内は今年あまり活躍しなかったからな。まあでもね、二軍球場にここで島内の応援にとか行ったりしたけど、でもやっぱりここで島内男として、ここで島内の活躍と比例していくということですか。うん、ここで島内男やろ。はい、パリーグチームが軒並み順位を落としている中で、第4位来ました、中日ドラゴンズ、9.4%。 さあ来ました、中日。ああもう大躍進です。はい、去年7位、一昨年8位、その前が2020が、7位、からの今年4位に大躍進。これも正真正銘バッフェのおかげですね。はい、僕の友達のバッフェ君がね、中日応援して新しくこのチャンネルに参入してるんで、これはもう間違いなくバッフェのおかげですね。はい、バッフェのおかげで中日大躍進。ね、応援もいろいろ行ったりしてましたからね、二軍球場とかも。はい、バッフェありがとう、マジで。来年もバッフェよろしく。そしてここからがトップ3となります。まあちょっとここでおさらいしましょう。残ってる今3球団が、まずオリックスバファローズ、そして3連覇中ディフェンディングチャンピオン福岡ソフトバンクホークス、そしてここで新越が来ました阪神タイガースです。このトップ3ということになります。まあそうですね。今のところ圧倒的3連覇の王者がいますんでね。まあホークスなんですかね。今年もどうなんですかね。でも阪神もやっぱちょっと増えてるんやね、日本シリーズで。日本シリーズも多分ね、新しい二次会会場にされたと思うんでね。で、やっぱね、もうほんまに今年こそオリックス1位取らんか。今年やぞ、チャンスは。マジで。オリックスも3連覇したんやからさ。B モレル視聴者ランキングでも、たまには優勝してみようや。久しぶりに。4年ぶりか、今年勝ったら。ということでね、この上位3チーム一気に開けてみようと思います。今年の B モレル視聴者ランキング、トップ3、こちらでございます。オリックスバファローズ B モレル視聴者ランキング4年ぶり優勝状態。ついにオリックスファンが、帰ってきました。 B モレル視聴者ランキング1位。これね、まあいろいろ見ていくと、うん、でもめちゃくちゃ接戦やな、おい。オリックスが 14%、阪神が 13.6%、めちゃくちゃ接戦やんけよ。阪神ファンも増えたな、おい。もう阪神2位ですよ。阪神がめちゃくちゃ数字増やしてる。まあ、これは間違いなく日本シリーズの影響なんでしょうけど。で、そしてディフェンディングチャンピオン3連覇中ソフトバンクがついに敗れる、3位。いや、変わりましたね。B モレル視聴者のなんか、勢力図がもう、2023年、本当に一気に変わったなという。感じですね。まあ、こうなるだろうなとは思ってはいたんですけども。いや、でもやっぱ、オリックスが1位に返り咲いてるのは嬉しいですよね。これだけこの勢力図が変わって、多分他球団のそのね、多分セリーグファンもいっぱい今年入ってきた中で、こんな中でオリックスが1位に返り咲いたと。これは非常に嬉しいことですね。はい。まあ、でもね、なんかようやく B モレルチャンネルが一番理想的な形になってきたんじゃないかなと僕思ってますよ。こういう感じに。なんかどこの球団に偏るわけでもなく、どこのリーグに偏るわけでもなく、なんかね、分け隔てなく、ね、全員が楽しめるようなチャンネルに、ね、なっていってるんじゃないのかなとは思いますけどね。はい。まあ、そんな中でもオリックスが1位と。まあ、今年俺がやってきたことがちょっと報われてきたんかなと。はい。そう思ってます。今野球はシーズンオフですけどもね。まあ、今後もね、皆さんが楽しめるような動画をね、どんどん作っていこうと思いますんで。今いる視聴者の皆さんもよろしくお願いします。そしてね、どんどんね、また新しい人にもね、見てもらえるような、そういう楽しい動画をね、作っていこうと思います。本当にね、どんどん、野球を楽しんで、野球ってええなを皆さんに伝えていければいいなと思います。よろしくお願いします。野球ってええな。